そろそろ来ると思ってたよ。桐生一馬、12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億を。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野にしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ。錦山にね。ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろ。逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。お前は処分する。
桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。なんで誘拐になるんだ須藤。お前だって見たろ、あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ伊達さん。何？何があろうと桐生の釈放はありません伊達さん。だから言ったじゃないですか、手を引けって。では。
ハルカ、ハルカ。おじさん。お前。ごめんね、おじさん。こんなことになっちゃって。私、本当はおじさんと一緒にいたかった。だけど、これ以上おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は。俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたらやばいだろうな。だがもう遅い。逃げるぞ、キリュウ。やっちまったか。すまない、伊達さん。ま、どちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それよりこの事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ。これ覚えてるか。遥かをスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA、 ミニストリーインテリジェンスエージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥かとどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。ハルカには100億以外の価値があると。100億以外の。ああ。どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え？鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ。そうだ、まだどっかで生きてるってことだな。あ、ハルカ、俺はユミを、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。どうした？ショー出てくるときにつけられてたみたいだ。何？もしかするとジャカの連中かもしれない。くそ、仕方ない。キリュウ、お前はそいつで奴らの足止めをしてくれ。分かった。